ジェームズ・クック、ジェームズ・クック、1728年10月27日から1779年2月14日は、イギリスの海軍士官、海洋探検家、海図制作者、通称キャプテン・クック。1階の水平から、英国海軍のに上り詰めた、太平洋に3回の航海を行い、オーストラリア東海岸に到達、ハワイ諸島を発見し、 自筆原稿による世界就航の公開日誌を残し、第二回公開、ニューファンドランド島とニュージーランドの改図を制した。史上初めて解決病による死者を出さずに、世界就航を成し遂げた第一回公開。十代を石炭運搬の商船船員として過ごした。あと、1755年に英国海軍二水兵として志願し、七年戦争に加わった。 船員としての能力を認められたクックは1757年に士官大軍のに昇進し、英国軍艦セレーベ号の航海長として、セントローレンス川の川口域を綿密に測量し、海図を作成した。クックの作成した海図は、ウルフ将軍のケベック奇襲上陸作戦、1759年の成功を導き、クックの存在は、英国海軍本部と、 英国王立協会に注目されることとなった。クックは南方大陸探索の命を受けて英国軍艦エンデバーーを指揮し、1766年に第一回公開に出版した。クックは多数の地域を正確に測量し、いくつかの島や海岸線をヨーロッパに初めて報告した。クックの幾多の偉大な功績をもたらしたのは卓越した航海術。 優れた調査と地図作成技術、真実を確かめるためには、危険な地域も探検する勇気、南極圏への突入、グレートバリアリーフ周辺の探検など、逆境での統率力、海軍省の指令の枠に収まらない、探検範囲と器具の壮大さ、これらのすべてであったと言えよう。また解決病の予防に尽力し表彰されている。第3回公開の途上、ハワイ島で、 先住民との争いによって1779年に落命した。かつてニュージーランドで発行されていた銃シリング、1940年から1955年、5ポンド10ポンド紙幣、1956年から1967年に肖像が使用されていた。クックは1728年10月27日、ノース・ヨークシャー・シューマートンに生まれた。 スコットランド人の父とマートン生まれの母の下、五5人兄弟であった。父が農場の農事監督の職を得たため家族と共にグレートアイトンの農場に移り父の雇い主から学習を得て学校に通った。13歳になり父と共に働き始めた。16歳になったクックは巨村ステーケスの雑貨店で都底暴行をするために家を出た。奉公中に 店の窓の外を眺めている内海に見せられたという。一年半の後、店のオーナーはクックに詳細がないことを悟り、近隣の港町ウィットビーのウォーカー兄弟にクックを紹介する。ウォーカー家は当地の有力な選手で商家であった。1746年に、クックは英国沿岸の石炭運搬船団の見習い船員として雇われた。この間、 総選に必要不可欠な大数学、三角測量法、航海術、天文学の勉学に励んだ。三年間の徒弟暴行を終えたクックは、バルト海の貿易船のブリーク、フレンドシップ号で働き始めた。1755年には、フレンドシップ号の航海士に昇進していた。しかし、一月も経たぬうち、クックは、英国海軍に一回の水兵として、 志願入隊する。1755年の英国海軍は七年戦争に備えて軍備を強化していた。クックは海軍に入った方が出世できるだろうと考えたらしい。クックは水兵の身分から芝叩く間に巡視官たるに昇進し、海軍に入ってからわずか2年後の1757年には公海長、士官待遇の任用試験に合格した。 この時、クックは29歳であった。34歳で13歳年下のエリザベス・バッツと1762年に結婚し、6人の子供、ジェームズ、ナサニエル、エリザベス、ジョゼフ、ジョージ、ヒューを設けた。陸での住まいは、ロンドンのイーストエンド、貧民街にあった。クックの子供たちはいずれも子孫を残さずに溶接したため、クックの直系の子孫はいない。 七年戦争、1756年から1763年において、クックは公会長として、英国軍艦セレーベ号のロバート・クレイグ艦長の元で1759年のケベック包囲戦に加わった。すでに測量及び海図作成の技量を認められていた、クックはセントローレンス川川口の測量と海図作成を任され、包囲戦の数勢を決した。 ウルフ将軍の奇襲上陸作戦の成功に大いに寄与した。1760年代のクックはニューファンドランド島の入り組んだ海岸の測量に取り組んだ。夏季でも常に海りに覆われ、強風が吹き、冬は極寒となるニューファンドランド島海域において小舟で測量を行うのは至難かつ危険な仕事であった。クックは 1763年と1764年に北西部、1765年と1766年にブリン半島とレイミサキの間の南岸、1767年に西岸を測量した。クックの5年にわたる測量によって、ニューファンドランド島海域の正確な海図が初めて作成された。ニューファンドランド島海域測量の奮闘を終えたとき、クックは記した。 7年戦争でのセントローレンス川川口海域測量1760年代のニューファンドランド島海域測量での功績によりクックは英国海軍本部と英国王立協会の注目を受けることとなった1766年王立協会はクックを金星の日表通貨の観測を目的に南太平洋へ派遣した英国海軍公会長 士官タイグルだが、公式の指揮権を有さないの階級にあった38歳のクックは、公式の指揮権を有する正規の海軍士官たる会議に任官し、英国軍艦エンデバー号の指揮官となった。もともとエンデバー号は、ウィトビーで建造された石炭運搬船で、大きな積載量、強度、浅い喫水、どこをとっても暗礁の多い海洋や多島海を長期間航海するには、 うってつけの性能を備えていた。クックは1768年8月25日に英国南部のプリーマスを出版し、マデーラ諸島とリオデジャネイロに寄港した後、南米大陸南端のホーン岬を東から西に就航し、太平洋を横断して西へ進み、天体観測の目的地であるタヒチに1 7 6 9年4月13日に到着した。日表通過は6月3日で、 クックは小さな館と観測所の建造を行った。観測を担当したのは、王室天文館、クリニッジ天文台長、ネビル・マスケリンの助手、天文学者、チャールズ・グリーンであった。観測の目的は、近星の太陽からの距離をより正確に算出するための測定であった。もしこれが成功すれば、軌道の計算に基づいて、 他のは星の太陽からの距離も算出できるはずであった。金星の日表通過の観測当日、クックはこう記している。しかし、グリーン、クック、ソランダーがそれぞれ別に行った観測は、誤差の期待範囲を超えていた。観測器具の解像度が未だ足りなかったのである。観測結果は別の場所で行われた結果と後に、比較検討されたが、やはり期待したような、 正確な観測結果ではなかった。天体観測が終了するとすぐに、クックは航海の後半についての秘密指令を開封した。それは海軍本部の追加命令に従って、伝説の南方大陸、テラアウストラリス、テラオーストレイリスを求めて、南太平洋を探索せよ、という指令であった。近世観測、しかもエンデバー号のような、目立たない、 小さなカンデを隠れみのにすれば、英国にとって、今後会は、ライバルのヨーロッパ諸国を出し抜いて、南方大陸を発見し伝説の富を手に入れる、絶好の機会となろう、と、王立教会は考えたのである。この説の特に熱心な信奉者が、王立教会会員のアレクサンダー・ダリンプルであった。南太平洋の地理に、極めて詳しいトーパヤという、ヒチ人の助力を得て、 1769年10月6日、クックはヨーロッパ人として史上2番目に1642年のアベルタスマン以来ニュージーランドに到達した。クックはいくつかの小さな誤り、バンクス半島を島としたり、スチュアート島を南東の一部と考えるなどはあるものの、ニュージーランドの海岸線のほぼ完全な地図を作成した。 また、ニュージーランドの北島と南東を分ける海峡、クック海峡を発見した、アベル・タスマンは、海峡ではなく、湾と判断していた。クックは航路を西にとり、伝説の南方大陸の一部を成しているのか否かを、確かめる目的で、バン・ディメンズランド、今日のタスマニアを目指した。しかし、エンデバー号は、暴風で北寄りに流され、1 7七十年四月二十日、金曜日、 あとに、クックが、ヒックス岬と命名した陸地を目撃するまでそのまま、航行した。計算によれば、タスマニア島はそこより南に位置しているはずだったが、南西に伸びる海岸線が目撃されたことから、この陸地はタスマニア島につながっているのではないか、とクックは疑った。この岬は、オーストラリア大陸の南東海岸に位置し、結果として、クックの探検隊は、 オーストラリア大陸の東海岸に到達した史上初のヨーロッパ人となった。クックが発見した陸標はビクトリア州南東岸のオーボストとマラクルタのほぼ中間の岬であるとされる。1843年に行われた調査では、クックの命名が無視されたか見過ごされたため、岬には別の名前が命名されていたが、オーストラリア発見200年記念祭の折に公式に ヒックス岬と名称回復された。エンデバー号は海岸線に沿って北上を続け、クックは測量と陸表の命名を次々に行った。一週間余り過ぎた頃、一行は大きな浅い入り江に入り、砂丘に覆われた低い岬の沖に停泊した。そここそ4月29日にクック一行がオーストラリア大陸に初めて上陸した現在では、 カーネルとして知られている場所である。多くの絵位が見られたために、この入り絵はクックによって赤いワ湾と命名されたが、後に植物学者湾と解消され、最終的には、博物学者のジョセフ・バンクス、ヘルマン・スペーリング、ダニエル・ソランダーによって採集された例を見ない貴重な植物標本を記念して、ボタニーワ湾、植物学湾となった。博物学者たちは、後に、 オーストラリアの動物省と植物省に関する最初の科学論を上司した。一行の最初の上陸地は入植地及び英国の植民地の全勝基地にうってつけの候補地として特にジョセフ・バンクスによって後に検殿された。しかし、ほぼ18年後、1788年の初めに全勝基地と囚人の入植地を設置するためにアーサー・フィリップ艦長を率いる。 1> 第1艦隊がオーストラリアに到着した際、ボタニー湾は聞いていたほど有望ではないとフィリップは判断し、代わりに北へ数キロメートルの上陸地へ移動した。そこはクックがかつてポートジャクソンと名付けたが、それ以上の探検はしなかった場所であった。フィリップはその場所をシドニー岬と名付け、シドニーの入植地が設置された。しかし、その後もしばらくは入植地は、 オタニー湾ワン入植地と呼び習わさた。最初の上陸の際に、クック一行はオーストラリア先住民のアボリジニと接触している。海岸線を測量しながらクックは北へ船を進めた。1770年6月11日、グレートバリアリーフの浅瀬にエンデバー号が乗り上げ大破したため、砂浜で修理が行われ航海は7週間の遅れを生じた。そこは、 エデバーガーの川口、現在のクックタウンの船着き場の近くである。その間、バンクス、スペリング、ソランダーは、オーストラリアの植物の最初の大規模な採集を行った。乗組員と当地のアボリジニの人々との遭遇は、おおむね平和的であった。当地のアボリジニが話した、グーグイミディル語で、オーカンガルーを指すニャンガーから、カンガルーが英語の仲間入りをした。 エンデバー号の修繕を終えると、直ちに航海は続けられ、クック一行は、ヨークミサキ半島の北端を通過し、オーストラリアとニューギニアの間のトレス海峡を抜けた。ヨークミサキ半島をめぐって、オーストラリアとニューギニアが陸続きでないことを確認すると、クックは1770年8月22日に、ポゼッション島に上陸し、オーストラリア東岸の英国領有を宣言した。 この航海でクックはただ一人の船員も解決病で失わなかったが、これは18世紀においては奇跡的な成果であった。1747年に導入された英国海軍の規則に則っ,って、クックは柑橘類やザワークラウトなどを食べるように部下に促した。クックが部下にこれらの食物を取らせた方法は、指導者としての彼の優れた資質をよく物語っている。 当時の船員は、新しい習慣には、眼鏡に抵抗したので、最初は誰もザワークラウトを食べなかった。クックは一計を案じ、ザワークラウトは、自分と、仕官だけに強させ、残りを望むものだけに分けて見せた。上官らがザワークラウトをありがたく頂戴するのを、見せると、一週間も経たぬ間に、自分らにも食べさせろという声が断りきれぬほど、 船内に高まった、とクックは日誌に記している。その後、一行は、艦の修繕のために、オランダ東インド会社の本拠地があるバタビアへ向かった。バタビアでは、マラリアとセキリが消結を極めており、1771年に一行が帰国するまでに、多七人のトーパイア、バンクスの助手を務めた、スペリング、植物画家のシドニー・パー・アーキンソンなど、 多くの者が病を得て亡くなった。出発からバタビアまでの27ヶ月の航海では、わずか8名だった死者は、バタビア滞在中の10週間とバタビアから、ケープタウンまでの11週間に31名に、達してしまった。1771年6月12日午後、エンデバーゴは、南イングランドのダウンズに闘病し、クックは、ケントで下船した。帰国すると、 すぐ公開日誌が出版され、クックは科学界でも時の人となった。しかし、ロンドン社公界で、クックの数倍の人気者となったのは、貴族階級の博物学者、ジョセフ・バンクスだった。バンクスは、クックの第二回公開にも同行する予定だったが、船の構造に不満を爆発させ直前で、自ら任を降りた。第一回公開から帰還後、功績を認められて、 軍艦を指揮する会議からに昇進したクックは、王立協会から、タ大陸、テラ・アウストラリス探検隊の指揮を委任された。第一回公開のニュージーランド就航によって、ニュージーランドが南方の大陸とは繋がっていないこと、さらに、東海岸の測量によって、オーストラリアが大陸であろうことも、すでに明らかにされていたのだが、テラ・アウストラリスはさらに南に存在するはずと、 王立協会はまだ信じていたのだった。こうして1772年7月12日、クックは第二回の探検公開に再び出版した。探検隊長のクックは英国軍艦レゾリューション号をトバヤス・ファーローはアドベンチャー号を指揮した。アフリカ大陸南端から投進した一行は極めて高緯度の地域を就航し、1773年に1月17日に ヨーロッパ人として初めて南極圏に突入した。これがいかに異業であったかは、次の南極圏突入が50年後だったことからも明らかである。南極圏の濃い霧によってはぐれた二隻は、ニュージーランドで落ち合った後、南太平洋を投進して、さらに南下し、南位71度10分まで到達した。その後もクックは探検を続けたが、ファーローはマオリ族との戦いで部下を失い、 やむなく、先に、英国へ帰還することになった。クックはもう少しで、南極大陸を発見するところであったが、南方大陸が人類が居住可能な井戸には存在しないことを確かめ、伝説の南方大陸の探索に終止符を打った。補給のため北のタヒチへ進路を取り、オマイというタヒチ人の若者を伴って再び南へ向かったが、オマイは、第一回航海の東イアほどは、 太平洋の地理に明るくなかった。海り航海では、1774年に、トンガ、イースター島、ニューカレドニア、バヌアツに上陸した後、再び南下して、南位50度から55度付近の航路を取った。これによってクックは、南極大陸北方の海を就航したことになり、南方大陸がこの井戸までには存在しないことを確定させた。この航海によって、 南方の未確定領域は大幅に狭められた。クックはその後投進し、南アメリカ大陸南端を回り南ジョージア島と南サンドウィッチ諸島を発見した。一行の帰国報告によってテラアウストラレスの伝説は人生化した。一方で、クックは彼が探検した海域の南方には大陸があることを予想していたが、それは、 人類が居住できるようなものではないことも予測していた。クロノメーターが活躍し正確な経度の決定が行われたことも第2回公開の大きな業績であった。ちなみに、クックは南サンドウィッチ諸島をサンドウィッチランドと命名したが、後に発見したサンドウィッチ諸島、ハワイ諸島と区別するため広大の英国が南サンドウィッチ諸島とした。 英国は1908年に公式に領有宣言。これに対しアルゼンチンも1938年に領有を宣言した。多大な業績を挙げたクックは帰国後に直ちに直人艦長、ポストキャプテンに昇進し、同時に海軍を休職して、クリニジの海軍病院の院長に任命された。水兵から直人艦長への衛進は極めて稀な事例であった。 解決病予防に対する貢献に対して、王立協会からコプリメダルを授与され、フェローにも選出された。しかし、未だ48歳のクックは、海から離れるのに耐えられず、航海期を書き上げた直後に、彼の最後の航海となる、第3回航海に出版した。公館では、ロンドン市民の後期の的となっていたオマイをヒチに、戻すために航海が行われると噂されたが、 第三回公開の公式の目的は、北極海を抜けて太平洋と大西洋をつなぐ北西航路を探索することであった。クックは再びレゾリューション号の指揮をとり、チャールズ・クラークが両線ディスカバリー号の指揮を取った。オマヨタヒチに返した後に、クックらは北へと進路を取り、1778年にはハワイ諸島を訪れた最初のヨーロッパ人となった。クックは、 カウアイ島に上陸し、時の海軍大臣で、クックの探検航海の重要な擁護者でもあった、サンドウィッチ博の名前を取り、ハワイ諸島をサンドウィッチ諸島と命名した。北アメリカの西海岸を探検するためにクックは、東へ航海し、バンクーバー島のノコタサウンドの中のコートにある、ファーストネーションズ村の近くに上陸したが、ファンデフカ海峡は見過ごしてしまった。 この北洋航海でクックはカリフォルニアからベーリング海峡に至るまでを探検、海図を作成し、アラスカの今ではクック湾として知られている場所を発した。ただ一度の航海でクックはアメリカの北西岸の大部分の海図を作成し、アラスカの橋を突き止め、西方からベーリングらロシア人が南方からスペイン人が行っていた太平洋の北限探査の隙を埋めてしまったのである。 しかし、クックらが何度試みても、秋から冬にかけてのベーリング海峡は、小船ではどうしても航行できず、そこから北へは進むことができなかった。ところで、長年の航海による精神的、肉体的ストレスの蓄積のためか、不調続きの航路探索のためか、クックは日ごとに気難しくなりの不調にも悩まされていた。そのゆえなのか、クックはしばしば周囲と、 深刻な揉め事を起こすようになった。例えば、アラスカで、一行は、海牛と見誤って、生打ちを仕留めた。残り少ない塩漬け肉よりずっと良いと、クックは、生打ちの肉を船内で消費するよう命じたが、クックを除く多くの乗員の思考に、生打ちの肉は全くなじまなかった。しかし、これを食べない者には、船の通常の食事を禁じるなど、クックが、 自分の考えに固執したため船内には判断寸前の緊張が生じた。このようなクックの精神的状態がその後の悲劇を引き起こす一因となったとビーグルホールラゴの電気作者たちは推測している。レゾリューション号は1779年にハワイ島に戻りケアラケクアワンに闘病した。約1ヶ月の滞在の後、クックは北太平洋探検を再開したが、 出港後間もなく前、帆柱が破損し、補修のためケアラケクア湾に戻らなければならなくなった。しかし、ハワイの宗教上の複雑な事情では、この突然の期間は季節外れで先住民の側からすると思いがけないことだったため、クック一行と先住民の間に緊張が生じることになった。1779年2月14日にケアラケクアワンで、 クックらのカッターボートを村人が盗むという事件が起きた。タヒチや他の島々でも盗難はよくあったことで、盗品の返還交渉は人質を取れば大抵、解決た。実際、クックは先住民の蝶を人質に取ろうとしたのだが、不安定な精神状態のためか、盗品の引き取りのために下船した際、浜辺に集まった群衆と小競り合いが起きてしまった。 ゴミ一つに至るまで全て変換せよ、という気で花をくくった、クックの態度に、先住民らは怒り、また、蝶の一人が、クックラの捜索隊に殺されたという噂に動揺した、結果、槍と投石で、クックラを攻撃し始めた。クックラも村人に向けて発砲し、騒ぎの中、退却を余儀なくされた。小舟に乗り込もうと背中を向けたクックは頭を殴られ、 波打ち際に転倒したところを刺し殺された。クックらの死体は先住民に持ち去られてしまった。現地の宗教上の理由で奇妙な数形を受けていた。クックの遺体は先住民の長と年長者により保持され肉が骨からそぎ取られ焼かれた。しかし乗組員らの懇願によって遺体の一部だけが最後に返還され、クックは海軍による正式な水槽を受けた。 チャールズ・クラーク、そして、クラークの死後は、ジョン・ゴアが探検を引き継ぎ、さらに、ベイリング海峡の通過が試みられたが、これも、季節外れで失敗した。レゾリューション号とディスカバリー号が英国へ帰国したのは、1780年8月の、ことであった。その後、クックの下で働いた多くの部下たちが、自身も目覚ましい業績を残した。代表的な人物を一家に挙げる。 イギリス国内では、マートンの生誕地と、ウィトビーの旧オーカー召喚が、クックの業績を紹介する、博物館となっている。オーストラリアでは、クックの両親が住んだ家屋がイギリスから海を越えて、ルボルンに移築され、クックスコテージとして公開されており、ヨーク半島のクックタウンには、ジェームズ・クック歴史博物館がある。ニュージーランドのクック山やクック海峡、アラスカのクック湾など、 クックを名祖とする地名は数多い。小惑星番号3061のクックや月の豊かな海にあるクレーターにもその名が付けられた。またエンデバーゴンが座礁した海岸近くにはクックタウンがあり、クック死没地の近くにはという町があるなど、その名にちなんで命名された自治体も世界各地にあり、ポリネシアの当初国家であるクック諸島は国名自体が クックに由来している。科学的調査に関する乗り物として、スペースシャトルのエンデバー号は、第1回公開における、クックの上官にあやかった名である。イギリスで2007年より、任務に就いた新型の海洋調査船は、アン王女によって、RRS ジェームズ・クックと命名された。また、クックの第1回公開の船である、エンデバー号は、 オーストラリア入植200年記念祭を記念するために1994年に復元された。2011年から2012年にかけて、この船はオーストラリアを就航した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。